走れ葵チャンネルです。今日はですね、ちょっと早急のことを話そうと思います。以前に早急の動画でスナップスローの練習を新作くんとやりました。その時は肘を支点にしてこうボールを弾くイメージ、こういう感じでやったんですけど、そしてもう一つの動画では取ってから早急させるためにこの肘を入れるってなりました。今回は最後のスローイングの時の形で、あるポイントを紹介しようと思います。今日紹介するのは呼吸のトップからの足の運び、そしてここからですね、ここからのことを紹介します。でまずボールを取ったら、何回も話してますが、取ったらこの右足をグラブに持ってくるんです。そうするとこう軸を作れますね。でこの軸を作って投げるんですけど、その時に、意識するポイントがありまして、ここで投げた後にこの右腰を投げる方向に持っていくイメージ、取ってこの腰を一緒にこう前に持っていくと体がこう流れたりしないので、取ってこのまま取って構えて、ここで投げた後にこの右腰をそのファースト側に出すイメージでやると送球がまっすぐいくと思います。これが、取ってこうブレーキとかロックかかっちゃったりとか、なんだろう、こう違う方向に行っちゃったりするとボールが逸れてしまうので、新作の場合はこう刺すようにと言ってましたけど、そうですね、同じイメージで取ったらこの腰がこういくように、ファースト側に腰がついていくようにするともっと安定すると思います。ちょっと何球かやってみます。ボールを補給したら、まずポイントとしてはまず右足を前に持ってくる、取った位置に足を持ってくる、これが1です。で2でしっかりとこう乗せる、で3で肩を相手の方に向ける。で今日やってるのはこの後ですね、こっから右腰を一緒に持っていくといいと思います。ちょっとやってみます。一緒についていくイメージですね。ついていくといいと思います。そこで投げて終わりじゃなくて、投げた方向に足がついていくように、はい、というわけで今日紹介したのはスローイングの後に右腰をつけるっていうのがありました。一つの意識としてやると、まあ、投げた後ボールがこう伝わるかなと思いますね。しっかりホームに、ファーストに、ここで終わりにするんじゃなくて、その後も体がこうついていくようにするといいと思います。その中で皆さんもキャッチボールとかノックとかで送球した時に最後までついていくっていうのを意識してやってみてください。はい、というわけで今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では失礼します。ありやす。とどまることを知らない。とどまることを知らない。とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。